17世紀初頭から港町ホイアンはベトナムの中部地域や世界の国々との交易の中心地となり、国際貿易港として発展しました。大勢の外国商人がこの地にやってきて商品取引をし、またホイアンに定住しました。その中には日本人が約1000人いました。グエン王は日本人を歓迎し、日本人町を作ることを許可しました。その結果、日本人は故国での暮らしと同様な生活が保障され、次第にホイアンの文化・経済活動に参加する重要な存在になりました。私は、ケイスケです。今ホイアンに日本の文化遺跡を見学するために今ここに来ています。地元の人々に、温かく、迎えられて、今、ホイアンの素敵な女性陳さんが、中世日本人の遺跡という観光ツアーを私に紹介してくれます。それじゃあ行きましょう。最初の遺跡は観光集会所であり、日本町にあると言われています。この建物はベトナムの歴史的な建築方法で建築され、1817年に大修復をされました。1994年に日本人の考古学者がカムフォー集会所の庭の中に16世紀から18世紀の日本の備前焼、中国、またベトナム陶芸品を発見しました。日本橋、またの名を来園橋は、16世紀後半に日本人が建設したと言われています。現在までにベトナム人と中国人によって合計6回修復されました。橋の隣にバクデーチャンボーを祀る祠があります。ベトナムと日本、そして中国に天災をもたらす怪物を鎮める神という言い伝えに由来しています。日本橋はホイアンと日本の友好関係を将来にわたって長く続けるためのホイアンのシンボルになりました。17世紀に日本とベトナムの友好関係をもっと強化するために、ウィン・フォック・ウィン王が娘さん京城玉家を日本人の商人荒木正太郎に脱がしました。ホイアン商工はその皇女の日本の長崎お目入り儀式をすべて見届けました。そしてその皇女への敬愛を表すために、ホイアン人はホワイ川に沿うある道に皇女ゴクワの名前をつけました。これはマリナ・キシラさん、うん、日本人のミスアスが植えた、うん、の木、地上、成功としてシンボルのラッキーな、うんうん、ラッキーなこの木は、うん、のチェンフー通りの一番にぎやか通りで、うん、昔の名称は日本通りにおいて意義が深いと思います、うん、チェンフー通り85旧家が再建された年代は20世紀初頭で、住居兼商店として使われていました。老朽化が激しくなったので、チャンフー通り80号の旧家は1993年9月から1995年9月まで日本の昭和女子大学グループの援助修復が行われ、貿易陶磁器博物館としてよみがえりました。今ウィン大学通り39号の旧家の前に立っています。こちらは寺子屋です。寺子屋はホイアン文化スポーツセンターと日本のシルバー会がボランティアで日本文化日本語を教える教室です。ホイアン旧市街から 1.5 キロ離れたチャークエ地区には、ホイアンに眠る3人の日本人商人、グソク君様、万次郎様、谷矢次郎兵衛様の墓があります。3基の墓は
17世紀に東北方向、日本に向かって建設されました。3人は当時のお金持ちの日本人商人で、ホイアンに強い愛着を持っていました。ホイアンの人々はその墓の修繕をし、毎日線香をあげて彼らを偲んでいます。陳さんが私に中世日本人の遺跡ツアーを紹介してくれました。ホイアンの人々が日本に関する文化価値を持ち続けて大切に取り扱っていることをとても感動しました。私は日本人であることの誇りを強く感じました。ベトナムと日本の友好関係がもっと強くなるように私も何か努力しなければいけないなと考えました。Thank you.